霧島昇と高峰三枝子、歌謡界と映画界のスター同士による夢のデュエット。高峰三枝子と万城目忠はこの純情二重奏を皮切りに多くのヒット曲を映画とともに生み出していきました。森の青葉の影に来て何でに寂しくあらる涙泣き母恋し。君も私も皆軍用馬となった愛馬を軸に前線で戦う夫とその妻を描いた映画暁に祈る。その劇中歌として妻の心情を綴った愛馬花嫁は渡辺浜子やミスコロンビア菊池亜希子によって歌われました。映画愛機南へ飛ぶは女手一つで育てた息子が敵の襲撃を受けながらも大きな手柄を立てるという物語。その劇中で流れたのが菊池亜希子の歌う大空に祈るです。
映画愛染桂の続編として昭和23年に公開され、これまた大ヒットした新愛染桂。奈良光恵が歌うこの主題歌も映画のヒットを後押ししました。昭和24年には婚約者がいながら互いに惹かれ合ってしまう男女を描いた映画「別れの端午」の同名主題歌を発表。別れの言葉は納めの花か、高峰三枝子演じる歌手恵美子とバンドマスターの愛とすれ違いを描いた映画「思い出のボレロ」、その主題歌が同名タイトルのこちら。歌がボレロの大
昭和歌謡を愛してやまない刑部さんもうなる貴重映像、幸田勝太郎が歌う濡らす旅路です。島倉千代子への楽曲提供に難色を示した万丈目、そして彼女に放った衝撃の言葉、当時の様子を島倉本人はこう振り返っていました。この島倉さんのデビュー曲ですか、あれ、この世の花、はい、デビューと同時に大ヒットでしたけども、あれおいくつでしたっけ。16の時でした。高校生、はい、私もどっかのスタジオで会った記憶がありますが、はい、セーラー服でしたね。そうです、まだ学校終わってすぐ仕事場へということだったもんですから、でも ある作家の方もおっしゃってましたけどね、はい、あの頃に聴いた歌と今聴いてもね、はい、そのみずみずしさ、ういういしさが変わらないっていうんですよ。どっから来るんだろうと言うんですけれども嬉しいです。でも私はですね、万丈夢先生にね言われた中で、あの島倉千代子っていうのはなんて歌が下手なんだろうっていうのこびりついて離れないんですよ。ですから私はその時からね、歌をうまく歌うってことはとっても無理だと。だからなんとかその歌の持ってるその詩の、いわゆるドラマをね、歌い込もうってデビューした時からもうそう思ったんです。万丈目が島倉千代子に放った痛烈な一言、その真意は独特の癖をなくし持ち味を最大限に引き出すことでした。狙い通り島倉はめげることなく教えを全う、結果デビュー曲のこの世の花は大ヒットとなったのです。Oh,
厳しい指導の成果もあり、歌手として大輪の花を咲かせた島倉千代子。そんな愛弟子の成長に万丈目は、島倉くんのような心で歌う人はそうざらにいないと言って称えました。山で泣く鳥、歌謡コンクールの優勝をきっかけに上京した青山和子さんは、万丈目の指導を受け、昭和35年「寂しい花」で念願のデビューを果たしました。「悲しい恋に泣く人が他にも」写真がありますけれども、はい、ほーほら写真出てる青山先輩、早速ジェラシーを感じております。素敵ですよ ね。自身の音楽院で学んだ九条さんにデビュー曲として万丈目が提供したのが、この黄昏の街でした。あなたと別れた私にくるりと背中を向けて、並木に消えた後ろ影、今もまぶたに残ります。万丈目忠の愛弟子だった九条真理子さんが昭和43年に発表した「女」。楽曲だけでなく歌詞も自ら手がけた万丈目忠最後の作品です。女は女は悲しいものなの、女は苦しいものなの。